セブンデイズブーダイアルファ19。ゆっくり実況。始まるよー。皆さんこんにちは、霊夢です。よー、マリサだぜ。本日もご視聴ありがとうございます。アルファ19シリーズ22本目の動画になります。いつも見てくれてありがとな。さあ今日からは防衛拠点を作っていくわよ。そういや次は電撃フェンスを使うって言ってたな。どんな感じのやつを作るつもりなんだ？前回の堀田くんのガードが完璧だったでしょ。あの鉄壁のガードを維持しつつ、電撃フェンスで殲滅速度を早められれば良いかな、って思ってるわ。結局電撃フェンスの実験もやれてないけど大丈夫かよ。まあ今回はこれからの自動迎撃拠点を目標に、既存の拠点を拡張させて、実戦で実験するって感じかな？ああ、手抜きするってことだな。手抜きなわけないでしょ。新しい装備も作れたし、今回からゾンビのルート認識も変わったって話だから、少ない資材をやりくりして、ゾンビの挙動を確かめるための賢明な措置よ。まあ視聴者さんにはそうやって言わないとな。手抜きじゃないって言ってるでしょ。いずれは優雅に紅茶を飲みながら、ボタン一つでゾンビを殲滅させる拠点を作るわよ。というわけで本編始めてまいります。それでは皆様、ゆっくりしていってね。やっと念願のるつぼが手に入ったな。これで自販機や街灯をキコキコしなくて済むわ。そもそもこれから作る予定の車なんかは、炭鉱の必要数が100個単位なのよね。マジか、とてもキコキコしてられんな。買うにしても高いし数もないしね。まあ炭鉱は今すぐ大量に必要ってわけじゃないから、先に弾薬に使う弾頭や薬莢を作っておくわ。そりゃいいが、私は寝てもいいか？いいわよ、でも拠点を作るときには起きてよね。一人で作れるだろ？あんた親友を深夜の野外で一人きりにするつもり？私が暗闇で後ろからゾンビにかじられてもいいっての？しょうがねえな。悩みすぎよ。霊夢、もう着いたわよ。てかお家の目の前だけどねー。始めるわよ。悪いけど起きてよ。おっ始めるのか。うん、周りを警戒しててよね。おー、任せてくれー。あ、ゾンビ来た。マジで？どこ？どこ？お願いだから見張ってて。はい。じゃまあ、予定通り増築していくわよ。階段も増やすのか？うん、多分今回から警官が出てくるのよねー。なるべく拠点にたどり着く前に倒すつもりなんだけど、もし、ここまで来て爆発されちゃうと、階段が壊されると思うのよ。壊されるとルートを見失ったゾンビが破壊に走るってか。そうそう、だからなるべく入り口を増やしておいて、経路を確保しとくのよ。強化もしておいた方がいいよな。うん、この辺りは鉄痕キンクリートにするつもりよ。でも、鉄と土の在庫がもうないから、ある程度完成の目処が立ったら、途中で穴掘りタイムね。なかなか忙しいな。まあ電流フェンスも使って足止めもする予定だから、そんなに神経質にならなくてもいいかもしれないけどね。この辺りが前回一番ゾンビが集中していたところだよな。その割にはあんまり被害がないな。横にマスしかないけど、割とスムーズに堀田くんの近くまでたどり着いていたもんね。むしろ落下した後に柱をちょっと殴られてたかな。この辺りも2段階目のコンクリまでは強化しておくわ。ふむふむ。拠点の下部分は後で鉄筋に強化するとして、今は上部の拡張が主ね。鳥対策か？うん、鳥の対策もしなきゃいけないけど、この上の部分に足場を作って、安全に警官を狙撃できるようにするのよ。それは面格子だったな。うん、向こう側が見えるし、銃の弾も通るもの。堀田くんがいるだけで、まずはしごまでゾンビが到達することはないと思うけど、念のためにここから真下を撃てるようにしておくわ。あと、この階段の真上にはドアをつけてみるわ。ドア？ドアなんかつけてどうすんだ？ドアも縦につけるんじゃなくて、横に寝かせておくのよ。まあ後で説明するわ。先に電流フェンスの取り付けね。それが現物か、細いから壊されそうだな。うん、直接殴られたらすぐ壊されるわね。耐久は500くらいしかなかった気がするわ。だから殴られにくく配置ね。あとね、殴られなくてもゾンビに電撃を食らわせているだけで消耗するわ。マジか、ずっと使えんのか。壊れる前に修理をすればずっと機能するわよ。だから拠点に設置するフェンスは、修理しやすく、殴られにくく設置しないといけないわ。あらかた設置が終わったから、試しにワイヤーツールで繋いでみるわね。フェンスを横に置いているからよくわからんぞ。どことどこを繋ぐんだ？そうよね、おまけに暗いしね。ちょっと待ってね。電源はまだないけど、一応電流がどう流れるかはこれで見られるわ。横に繋ぐんだな。うんうん。フェンス自体も横に倒して設置してるが、それも意味があんの？あるのよ、これが。この電流フェンスにはバグがあってね。そもそもこれは2本以上で使うものなんだけど。フェンスをこう、縦に2本立てたとして、この2本をワイヤーで繋ぐとするでしょ。ふんふん。ゾンビは青いワイヤー部分に触れると感電するんだけど、最初は綺麗に繋がっていたのに、時間が経過すると片方のワイヤーが根元に移動しちゃうことがあったの。わはははははは、なんだそれ。困ったバグがあったのよ。
このバグのせいでゾンビがワイヤーにかからなかったりするから、わざわざワイヤーが垂れても影響がない向きに設置する必要があったの。だからワイヤーに対して垂直に設置してんのか。そそ、この向きだったら根元に端が移動したとしても、こういう感じになって仕掛けに影響しないでしょ。なるほど、面倒だな。聞いてる方は面白いが。前は原因がわからないって開発が言ってたけど、私は治ったって話を聞いていないから、今回はこの向きで設置しておくわ。了解だぜ。これで拠点の上にいても、階段のところのフェンスは修理できるわね。修理には何が必要なんだ？確か電気部品と連結だったような。ふむふむ、忘れずに持ってこんとな。じゃあこのまま上の足場を充実させていくわ。手すりも忘れんなよ。なんせ前回のブラフん時は転落死したかんな。わかってるわよ。鳥対策も兼ねて、全体を格子で囲うわよ。お前鳥嫌いだもんな。警官の出すゲロも格子で防げたら良いんだけどねー。防げたかどうか忘れちゃったわ。だいぶ明るくなってきたな。これで結構自由に歩き回れそうね。いい感じじゃんか。あとは屋根部分にも格子をつけるとして、階段の上の部分にドアを設置してみたいのよねー。そこがよくわからん。どう置くんだよ。横に置くのか。そそ、これで開け閉めしながら、侵入されずに上から火炎瓶を投げたり、ドアを縦にしてゲロを防ぐようにしたいのよね。だから2枚取り付ける予定よ。なるほどな。こんな感じかな。扉は上側に開いた方がよくね。そうよね、叩かれちゃいそうよね。あと鉄のドアまでには強化した方が良さそうね。そうだな。あや、これ以上強化できないわ。木のドアから鉄のドアには強化できんのか。いやあ、そんな仕様だったかしら。前は素材さえあれば、鋼鉄製のドアまで強化できてたような気がするのよね。連鉄持ってるよな。もちろんよ。まあできないんじゃしょうがないから、一旦壊して付け替えね。鉄ドアを作ってる間に屋根を張っていきましょ。あやい。天井も面格子にするのか。鳥が屋根を壊してくるのは前回わかったもんね。これなら耐久も2500あるし、中から撃ち落とせるわ。全面張るのは大変だな。手持ちで足りるのかよ。ちょっと足りないわねー。土には鉄の在庫はないから、後で掘りに行かないといけない。あなんか、前も同じ場面を見た気がするぜ。偶然ね、私もそう思ってたのよ。偶然ね、じゃねえよ、何回目だよ。3回目？しれっと言うな、しれっと。まあ形あるものはいずれ壊れるのよ。所要無常ってお釈迦様もおっしゃってるでしょ。使う前から壊れたじゃんか。基礎部分の耐荷重は問題なかったはずなんだけど、天井をつける前に側面に柱を置くべきだったわね。作り直すにしても、素材は足りるのかよ。コンクリートはあるけど、鉄が絶対に足りないかな。まあ鳥は大嫌いだけど、今回は屋根なしになりそうね。今回も、だろ。そうとも言うわね。だいたい復元できたから、次は地面に電流フェンスを置いていくわね。階段には設置せんのか？ね。電流フェンスの電撃もダメージを与えられるんだけど、階段付近で警官にダメージを与えすぎちゃうと、そのまま爆発しちゃう恐れがあるのよね。そうか、ルートがなくなっちゃうんだな。そそ、だから少し離しておくのよ。本当は拠点からだいぶ離して、広範囲に敷き詰める予定だったんだけど。フェンスもさっきので壊れちまったもんな。作るには時間と素材が足りんな。そうなのよねー。まあ最初からフェンスの実験と、ゾンビのルート確認をするための拠点のつもりだったから、今回はこれでよしとしときましょ。じゃあ今度は電源側を用意するわね。この前作っておいた発電バンクを設置してっと。この中にエンジンを入れるのか。そそ、エンジンの数で出力を調整できるわ。電気トラップにしてもライトなんかの光源にしても、消費電力が決まってて、供給側の電力がそれを下回るとうまく作動しないのよね。今置いてるのはスイッチか？これを電源とトラップの間に繋ぐことで、オンオフを切り替えられるわ。で、配線を繋ぐ手順なんだけど、必ず電源側から繋がないとうまく繋がらない仕様になってるわ。ふむふむ。その壁についてるのはなんだ？あれはリレーね、中継ポイントよ。配線を引っ張れる距離は決まっているんだけど、リレーをかますことでどこまででも延長させられるわ。便利なもんじゃんか。そうなんだけど、一つ設置するごとに 1W 消費するわ。まあつけてしまえばそこから複数の配線を伸ばすことも可能よ。なるほどな。
この中の通路部分は前回と同じね。強化しただけで、基本は掘っただよりか。今回も私たちの期待に応えてくれるはずよ。配線と拠点の基礎部分はこんなもんかな。結局基礎も太くしたんだな。まあ今度は万が一にも崩落させられないからねー。念のためよ、念のため。その念のためがよくあるんだよな。お前は、あ、この辺りからも階段を生やしとこっと。階段という割には一段一段がでかいけどな。これも基本的な作り方ね。スパイダー以外のゾンビのジャンプ力じゃ、一個ずつ登ってこないといけないから、一気に押し寄せてくるのを防げるのよ。そうだったのか、前回から手抜きだと思ってたぜ。なわけないでしょ。さああとは炉で作ってる面格子を上に取り付けていくわよ。あれはおかんのか？あれって何よ？あのトゲトゲのやつだよ。ああ、スパイクのことね。そうね、あれも設置してみようかしら。どうせ壁と屋根部分の面格子は足りないから、スパイクは鉄製のものを作ってみるわ。あとね、今回は堀田くんのヘルプとして、ショットガン砲台も作ってあるのよね。おお、用意がいいじゃんか。まあ前回みたいに不測の事態が起きた時用のつもりだから、あんまり使わないに越したことはないんだけどね。毎回不測の事態は起こってるけどな。スパイクを並べるからには絶対に落ちないようにしないとな。そうよ、あんたまんじゅうなんだから気をつけなさいよ。まんじゅう関係ないだろ。いや、串に刺さったおまんじゅうみたいな食べ物なかったっけ？なんか戦国時代の話でそんなのがあった気がする。ここにショットガン砲台を設置ね。砲台の前は面格子に変えたのか。うん、50ピラーを置いていたけど、あれじゃ車線が通らないもんね。お、カメラプレビューってなんだ？砲台の狙いをつけるカメラのことね。あ、これって電源が来てないと使えないわよ。このショットガン砲台はフェンスとは別のスイッチで操作するわ。非常用だしな。これでよしっと、電源を入れてみるわ。なんか黄色く光ってんな。このワイヤーツールを持っている時だけ、電気の流れや、砲台の目標が光で表示されるのよ。あ、発電機のスイッチ入れ忘れてた。おいー、もう時間もあんまりないぜ。わかってるわよ。ポチッとな。来た来た。おお、かっちょいいぞ。このカメラの視界に、指定した目標が入るとぶっ放すわ。距離はどれくらいで反応すんだ？わからないわ、ショットガンだから近距離用なんだけど、多分あの階段の上くらいまでは行けると思うのよね。適当だな。まあ堀田くんの近くに来たゾンビだけ片付けてくれたらいいのよ。さっき言ってた目標ってのはどういう意味だ？砲台は目標として、自分、仲間、敵全般、ゾンビと、4つの標的を切り替えられるのよ。じゃあ仲間に設定したとして、私がカメラを横切ると？問答無用でぶっ放すわね。まあこれらの設定はマルチサーバーで使うものだから、今は関係ないわ。なるほどな。最後に、全面設置はできないけど、面格子で柵を作っておくわ。頼むぞ、崩落させんなよ。私が同じ失敗をすると思ってんの？もう3回もしてるじゃんか。結局今日は拠点作りで終わっちゃったわね。ちょっと早いけど、このままブラフに突入するには時間が足りんしな。動画をご視聴してくださった皆様、本日も最後までのお付き合い、ありがとうございました。今回の動画は、悪い拠点作りのお手本として、心に刻んでくれれば嬉しいぜ。いや、私はすっかり忘れてほしいです。こんなチャンネルだけど、登録やコメントなんかもいただけると、うぷ主も立ち直れると思うんだ。いや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 、そんなにへこんでなかったわよ。これに懲りずにまた見てくれな。ご覧になってくださるとありがたいです。それでは皆様、バイー。